ノンスタイルの石田明、37、が16日、東京、新宿の木の国屋ホールで行われた舞台、アトミ殺人事件クロスオーバー45、17日、初日の公開舞台稽古前に、共演の味方凌介、25、元 AKB48 の木崎ゆり二22、らと会見した。石田は、平昌五輪の男子フィギュア SP で1位になった。 羽生結弦選手、23、お引き合いに決意表明。断突に、年上で舞台の場数も違うので、ハブ選手ばりにノーミスでお届けしたい。それぐらいの気持ちで、みんなを引っ張っていけたらと思ってます、と宣言した。石田は、ハブ選手の演技をダイジェストで見ました。すごいですね、と話し、登壇したメンバーに、負けてられないですね、はっきり言って。 あの短い時間で魅了してしまうけど、僕たちは2時間の舞台を全員ノーミスで、全員がハブくんになったつもりで、ハブまみれでお届けしたいと思いますと葉っぱをかけた。舞台は、小塚公平氏の代表作で、1973年の初演から今年で45周年を迎える。味方が、木村伝兵部,部長刑事、石田が富山から来た、刑事、熊田止吉、木崎は、 婦人警官の水野智子を演じる。